ファン、サポーターの皆様、いつも熱い応援をいただきありがとうございます。6月のアウェイ、7月のホーム、2ゲームとも勝利することを目指して全力で戦いたいと思います。この四国ダービーでクラブ同士が切磋琢磨を続け、今シーズンで10年目の戦いになります。ダービーの盛り上がりが四国のサッカーのさらなる発展につながればと思っています。また私事ですが、これまでの2シーズンでコーチとして四国ダービーを戦った際に、ファン、サポーターの皆様にはダービー独特のスタジアムの雰囲気を作っていただきました。本当に感謝しています。その中で戦うことができることを幸せと思うと同時に、大きな責任を感じています。ぜひ多くの皆様にスタジアムにお越しいただき、徳島ヴォルティスに熱い応援をよろしくお願いしたいと思います。